当法人で所有している畑で利用者様と一緒に農薬未使用のお野菜を作っています。はい、先に夫が勤めておりまして、で何度かボランティアさせていただく中に、こうやっぱりこう太陽の下で健康的に業者様と一緒にこうお仕事ができる、そういう、こう魅力に惹かれて、はい、始めました。はい、ですか。とやっぱりこうお野菜を作っているので、そのお野菜がこう元気に美味しく育った時とか、こうやっぱり業者様とも接していく中に、こう心がこう通い合うような、そんな瞬間とかそういう時がある時はやっぱりすごい達成感ややりがいを感じます。やっぱりそうですね、仕事をこう利用者様一人一人に仕事を提供していくんですけど、その中でこうやっぱりなんだろうな、利用者様ができることできないことっていうのは様々あるので、こうそのできるを見つけられた瞬間だとか、こうあんまりこう言葉での意思疎通が図れなかったりする利用者様もいらっしゃるので、なのでこう一緒にお仕事をしていく中でそういったこう感覚があった時にやっぱりこうやりがいを感じます。はい、こう畑での作業なので、足場がぬかるんでいて不安定だったりとか、季節によったりするとやっぱりこう暑かったり寒かったりいろいろあるので、そういった時に利用者様がこう出している小さなサインを見落とさないようにするっていうことは結構難しかったり大変なお仕事なんだなとは感じます。はい、そうですね、なんだっけ、やっぱりこうさっきもお話ししたんですけど、言葉がなかなか出てこなかったりとかする方はやっぱ表情だとか、あとやっぱりこう動きでこうやっぱり不穏なこう感じになってきたりとかすると、あ、何かこう教えてくれようとしてるんだっていうのはすごい感じます。はい、やっぱりこう産経ってこうどんなお仕事でも少なからずあるなって思ってるんですよ。なのであんまりこう、福祉のお仕事だけかっていうふうに考えたりはしたことなかったんですけど、気にしたりとかは、それよりもこうなんだろう、世間とかで言われてるような逆にポジティブなイメージの産経っていうのを大切にするようにはしてて、私の中では感謝感激感動っていう産経が聞いたことあるんですけど、そういう産経を心がけながら業者様と接するようにしています。私もまだこういうお仕事を始めて経験が浅いので、今後もっとこういろんな多くの経験をさせていただいて、やっぱ人としても成長しながら、こう障害を持った方たちがよりこう生活しやすいような環境づくりに少しでも貢献できるような人材になれればいいなとは考えています。良かったことは、前職学童保育に勤めていたんですけれど、そちらでは子どもたちのこう学校生活家庭環境等のこう悩みのサポートをしていたんですけど、今のこう仕事では業者様一人一人に合ったお仕事を提供してこう取り組めるようにサポートをしてるんですけど、やっぱこう利用者様が仕事に対して一生懸命な姿を見たりとかすると、自分自身もすごいこう仕事に対してのこう責任感だったりこう心構えみたいなのがすごいこう学ばせていただける機会になって、そこはすごいこうやっぱり前職と比べても私にとってもこう良かったところかなと思っています。はい、はい、やっぱりこう利用者様と接していく中で自分の心が豊かになっていくなって感じたことが私にとっては魅力だと思います。はい、とにかく本当に優しい心とか思いやりの心を持っている方はどんな方でも本当にこう活躍できる職種だと思いますし、こう利用者様が毎日見せてくれる表情が違うので本当にこう退屈なことはないです。
なので本当にこういうこの職に興味を少しでも持ってくださった方がいらっしゃったら一緒に働きたいって思います。